ソビエト連邦ルーブルはソビエト連邦の通貨である。1ルーブルは100コペー銀貨に分割。ソビエト連邦ルーブルの製造はモスクワトレーニングラードで紙幣の印刷と材料の製造及び硬貨の鋳造を担当した連邦国家単一企業が行った。通常の通貨に加えていくつかの形式の転換ルーブル、譲渡可能ルーブル、生産ルーブル、 小切手などの他の通貨単位が使用された。また、いくつかの形式の仮想ルーブルは、企業間会計及び国際決済に使用された。ソビエト連邦ルーブルは1991年のソビエト連邦の崩壊後もしばらくは、旧ソ連構成国で使用され続け、ロシアでは1993年9月に、ロシアルーブルに置き換えられるまで、ルーブルゾーンを形成していた。 紙幣1922年のシルバールーブル紙幣コイン1924年のポールティニック。紙幣コイン紙幣紙幣紙幣,紙幣,紙幣コイン紙幣1985年2月1日、主要な世界通貨に対するソビエトルルーブルの為替レートのチャート。ありがとうございます。